2回目の緊急事態宣言が発令され、施設の様子が少し緩やかになったように思います。久しぶりのコナミのスイミングの後、県の施設、東播磨県民局に寄ってみました。カコムでは、水曜会、絵画展が催しされていました。本来は5月の10日から開催だったのが、緊急事態宣言のため、昨日12日より15日まで開催されるそうです。会場には水彩画と油絵2点が展示されています。日岡中学校の隣の日岡公民館。ここで毎週水曜日11時から13時まで開催されている教室の人たちです。男性と女性の割合はどんなですか？ああ、そうですか。平均年齢。ああ、そうですか。ひよこの方が多いんですか？この教室は20名足らずのメンバーの方々らしいです。今募集をされているので、ぜひ皆さんご検討してみてはいかがでしょうか。詳しくは、日岡公民館 079-424-3741 へお問い合わせしてみてください。受付に座っておられた2人の方々をお見受けするのにとてもいいグループだと感じました。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。